それでは、アーシのやり方を紹介します。まず、新大久保で立ちんぼをします。キモいおじさんが寄ってきます。ホテルに入ります。殺します。次に、別のパターンを紹介します。アプリで性行為を匂わせて、パパを募集します。キモいおじさんが寄ってきます。ホテルで殺します。こんな感じで50人は殺しました。それ以上は覚えていません。被告人は自分のしたことについて後悔していますか？全くしていません。キモいおじさんは全員死ねばいいと思っています。あえて言えば、全員殺せなかったことが心残りです。わかりました。それでは判決を言い渡します。主文、被告人は無罪。